牛の顔のポーズ、長座のポーズで座り、片膝を曲げてかかとをお尻の横へと置いていきます。下に伸ばしている足も同じように膝を曲げていきましょう。吸う息で片手を天井へ、吐く息で肘を曲げたら反対側の手を下から背中の方へと回し入れ、手と手をつないでいきます。前のポーズで伸ばされた鼠径部と内転筋を収縮させることを意識しましょう。吸う呼吸を終えたら反対側も同様に行っていきます。このポーズを取るときに座骨をしっかりとマットへ、肘を上下に引き伸ばすように意識していきましょう。股関節周りをたっぷりと刺激し、ホルモンバランスも整えるポーズです。吸う呼吸を終えたら元の位置まで戻っていきましょう。